はいどうもゆうじです。今日はこちら、永久出禁コミケサークル通行証転売問題というお話です。コミケといえば、久々の今年の年末の開催が非常に期待されているわけなんですが、やっぱりいるんですよ。どこにでもいるんですけれども、今回のコミケでも開催前から問題を起こしてくれる て野郎がいるわけで今回はそういった輩のお話でございますよかったら最後までお付き合いくださいでは記事のご紹介をさせていただきたいと思いますタイトルの方がコミケ運営が出店停止を警告イベント通行証や駐車券がネットオークションに出品という記事でございます最後までお付き合いください コミックマーケット準備会がコミックマーケット99の出店サークル専用通行証やサークル駐車券がフリマアプリに多数出品されている現状を受けて出品を取り消すようにとの警告文を公式サイトに掲載している通行証や駐車券の販売交換譲渡は規約違反になるための措置だっていうかさこんなのさ券面とかに書いてあったりするわけで んん誰でも分かってる話なんだよねいちいちさこんなん警告をしなくてもわかるはずなんだろうけれどもそれでもやってるってことはもう完全に自分たちが悪いことをやっている規約に違反しているということを理解しつつやっている非常に悪質な行為だと思いますだからねこういういに関しては同情の余地 はは一切ないいと私は思っています準備会は過去コミックマーケット88で同様に出品を行いさらに出品を取り消さなかったサークルに対してサークル名を公表し以降のコミックマーケットの参加を不可とした例を出し今回も同様のペナルティで対応すると発表しているまた合わせて 出品されている通行証や駐車券を購入しないようにと呼びかけている。そうなんですよ。過去にね、やらかしたバカな奴がいるんですよ。<laughs> それにも関わらずよ。しかも、それ厳しく罰せられてるわけですよ。運営から。お前ダメよって言われてんのに、それでもやる奴やがいるわけですよ。そのページがね、こちらなんですけれども、 実名付きで未だにそのサークルは晒され続けてますこれが2015年の8月に出されたものなんですけれどもいまだにそのまんま残っているという状態で非常に汚点となるようなお話になると思いますので少しでもねわずかでも善良な心をお持ちの方はもうこういったことはおやめになられた方がいいんじゃないんでしょうかというお話なんです。ちなみにに年の時に えと2つのサークルがまあ何て言ったらいいんでしょうねコミケからバンされたと <laughs> 言ってもいいんでしょうかね永久出禁を食らっているわけなんですこの2つがちなみにサークル名がイエローピースというサークルとあとは天の若というサークルなんですがこの2つが出禁を食らっているようですそれにもかかわらずこうやってね 完全に永久に出金を食らっているにもかかわらずそういった状況も知っているんだろうと思うんですコミュニケに参加するような人はねでもやるんですよでこの通行証とか駐車券ってすごい高値で取引されるらしくて高い時だと4万円を超えてくるらしいんですよで今回もちょっと探してみたんですけれども運営さんの方がねすごい頑張ってるみたいで今回は私が調べた限り今現在では1回 保険も出品はされていない状態になっておりますでやる人種としては2種類いるらしくてまずは普通に コミケに参加してサークル活動を頑張っているサークルなのにやってしまう人とダミーのサークルを作ってそれを販売しているサ一体じゃあ何が目的なのかっていうとコミケを荒らし回って金を稼ぐことが目的のサークルなんですねでまずは先ほど申し上げたようにこの通行証ですとか駐車場を取得してそれを不法に転売をかけているっていうのが一つですね。 でもう一つが自分たちでこの通行証を使って一般客よりも先に入場をして転売が高額になりやすそうなものを先に買うことを目的としてこれを使っているっていうことなんですよ。つまりはダミーーのサークルはただの転売屋なんですよだからコミックマーケットの趣旨や何だかんだっていうのを 全部無視して自分の利益のみのためにこのサークル通行証を取得している非常に悪質な人間っていうことになるわけですまあ真面目にそのサークル活動してんのにやってしまった人間がなぜやってしまったかまではわからないですけれども、まあ、ただ規約を守るっていうことに対して規範意識の非常に低い人間なんだろうなっていうことは容易に想像はできるかと思いますなんだろうねその辺の辺意識が非常に低い モラルのない人なんだろうなっていう風に思うしかないんじゃないかと思いますまあ致し方ない理由があったとしてもそれはだってダメなんだからさダメなものはダメなので致し方ない理由なんか存在しようもないという風うに思っていいんじゃないんでしょうかここで問題になってくるのは買う人もそうなんですけど売る人もそうなんですがこれってさ法律に違反している刑事事件になる可能性もあるんで あのこれれは忘れないいでくださいねどのように言っているかというとこれは警告文先ほど言ったねあの記事の中にあった警告文なんですけれどもあなたが出品しているコミックマーケット99出店サークル専用通行証は県面にも記載されている通り売買・バイバイ交換。 えー、金品をを対価とすする譲渡を禁止しております直ちに出品は取り消しを行ってください。とある通りその金銭とかそういったものが絡むような物品とか絡むような譲渡っていうのは一切禁止というふうに言っているんですね。でそれを守らずに販売をするということに関してはこのコミックマーケット準備会を騙して通行証や 注射券を手に入れたということで左手に当たるわけですよつまり詐欺なんですよで詐欺罪軽く考えないでくださいね詐欺罪って非常に重い刑罰で10年以下の懲役刑なんですよで他の ね、軽い罪と違って罰金刑がないんですよだから懲役がついてさらに執行猶予がつくかつかないかっていう話になってしまいますのでくれぐれも軽い罪だと勘違いをしないようにしてください。でもう一つ注意したいことが買った側どうなんのかって話なんですけども当然これもあのコミケの準備委員会が これもデキにするって言ってるので当然発覚すればこいつらもデキになることは確実なんですけれども実はですねこれもね法律に触れるんですよこれね買った人間は盗品と優勝譲り受け罪という罪に該当してしまうんですよこれもね10年以下の懲役とちょっと軽くて50万円以下のバ という罰則が設けられておりますだから、ね、こういう刑事事件になってしまうんですよちなみにこれ「知りませんでした」っていうことは通用しませんからねはいあの買った時に買った瞬間に盗品であるまあ違法にね取得したものだっていうふうに知らなかったとしてもどこかのタイミングで知る機会はあるわけですよつまり手元に券面が届いてしまった段階でその件を見れば転売しちゃダメですよ 優勝にて譲り受けをされてはいけませんよっていうこと書いてあるわけだから知りませんっていうのが通らないんです後から知った場合でもこの法律って適用されるのでしかもこれ盗品等って言ってますけども盗品だけじゃないんです当然強盗とか恐喝とか横領これも含まれますしさらに詐欺罪で手に入れた物品についてもこれも該当してしまうんですよ なので、今回の場合で言えば、不正に取得した、このサークル通行証については、売る側も買う側も刑事的な責任を負う可能性が非常に高いということは、絶対に忘れないようにしてください。これね、多分ね、運営側がその気になれば、刑事告訴とかすれば、多分ね、 あの普通に有罪になる可能性が非常に高い案件だと思いますなのであまり軽く考えない方がいいと思いますよ12月3031にわたって開催される C99 はコロナ禍で初めて行われるコミケということもあり従来から規模を縮小新型コロナワクチンの接種証明または PCR 検査結果証明の確認を行うなどの対策のもとで行われるこのようにさまざまな変更点や制約はあるものの2度の延期を を経ててて約2年ぶりにに帰っっきた世界最大級ののの同人誌即売会の開催には喜びの声が上が上いるでもなんかねホテルがね休業するとかでそのコミケに参加する方が非常に困っているなんていうお話も聞こえてきますのでその辺のところね、まあ、どうなるのか非常に心配ではあるんですけれども久しぶりの開催なので是非成功していただきたいというふうに思っているところです。一方で 依然続くコロナ禍の中で開幕から閉幕までつつがなく終えられたという事実を示すことも肝要だ出店するにせよ一般参加にせよルールを守って久しぶりのお祭りを楽しみたい今回の警告にあたってコミックマーケット準備会は通行証の件面には売買交換金品を対価とする譲渡の禁止を 駐車券の券面には住の禁止を謳っておりこのような出品は認めておりませんとコメントいいですか券面にちゃんと書いてありますからね知らなかったというのはもう通らないという話になりますので売る側も買う側も規約違反になりますしそして何より この運営は触れてはいませんけれども法的にもアウトな可能性が非常に高い取引になりますので絶対におやめになられた方がいいと思いますこれ買う側大丈夫だと思わないでね買う側も法律に触れる可能性があるのでそのところ重々承知しておいてくださいその上でヤフーオークションメルカリ同人落市での通行証駐車券の出品者に対しては 検索可能な限り出品取り消しを要請する文面を送付しておりまた各オークションフリーマーケット運営者に対して適切な対処を要望しているという最後はこれらのサイトにおいて準備会の要請に応じられなかった方々については以後のコミックマーケットへの参加を一切ご遠慮いただきますのであしからずご了承くださいと締めくくった。 まあ規約を守らないとねこうなりますよっていういい本もありますので皆さんもこうなりたくないんであればこういったねこういったね規約違反はまあ犯さない方がよろしいんじゃないんでしょうかというふうに思いますしかもさ知りませんでしたっていうのは絶対に通用しない話だっていうことをまあちゃんと覚えておいた方がいいと思いますよ だって見なかった方が悪いんだもんちゃんと懸命に書いてあったりするわけで運営もやってサイトにも書いてあったりするわけだから知りませんでしたっていうことは通りませんのでそこはねしっかり重く受け止めるべきなんだと思います。 でもさ、せっかくのお祭りだからさやっぱり転売屋に荒らされるのは本当気分が良くないと思うんですよ。ね、転売屋はどんどん怖いなんていうふうに思ってる人は俺は誰一人いないと思っているのでやっぱりこういう人間はさできる限り排除していくに限るんじゃないかなっていうふうに思って お話でございました皆さんはこの件どのように思ってらっしゃいますでしょうか何か思うところございましたらぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思いますあとはこの動画がいいなという風うに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします以上